ブッシャー・インターナショナルは、フランスの水中装備品メーカー。ダイビング機材や、スピアフィッシング用の装備を製造しており、プロ用、軍事用の製品も手掛ける。1934年創業、本社はマルセイユ。1950年、ターザン・カーフ・カバー1934年、スイスの時計職人の一家で育ったジョルジオ・ブッシャーによって、マルセイユで創業。 ジョルジオ・ブッシャーは1948年にフランス水中連盟の共同創立者となる。1982年にスペインの富豪アルバレス・デトレド一族に売却され、2002年にマーグネット一族が引き継いでいる。会社名は創業以来何度か変化しており、ペッシュスポーツ、ブッシャー、ブッシャーサブ、そして現在のブッシャーインターナショナルとなっている。 すべての商品に刻印されているカジキマークのロゴは70年代にジョルジオ・ブッシャーによって制作された。1963年、アルベルト・ファルコ・インターザン・ウェット・スーツ1964年、アジャスタブル・ジェット・ファインズ・ブッシャーはスピア・フィッシングの装備品製造で、ペドロ・カーボーネル、シール・ボン・パイク、ピエール・ロイ、ディス・ライン・ギー＆ウラジミール同空社・ジェーブのような競争相手とともに、 多数のタイトルを取得している。1961年、サプレアレギュレーター、ありがとうございます。